い、皆様、新年明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。2022年。そうか、2022年か。令和3年。1月1日、元旦。元旦。今日は、まあ、毎年のことを、また、去年同様、お餅を焼きながらなんですけど、今回は、なんと、去年の失敗は、今年は繰り返さず。ん？でもさ、はい。すげえ煙。いやー、窓開ける？なんか死なへん俺ら。死にそうな気がする。あのさ、はい。去年の抱負って言ってさ、俺たちさ、うん、千人行くとか言ってたじゃん。言ってましたっけ？言ってた。達成できなかったっすよね。まあそうですね、今800人ぐらいですか。いかんかったよね。そうですね、すげえ頑張ったんやけどさ、心折れて最近あのむいくん一人にやらせてんですよ。なお動画が全部腐った模様。あー、なかなかね、お蔵入りして見れない動画を視聴者の前で語るんじゃない。っていうわけでね、いろいろ今年は本当、去年は本当にあって、まあ本当に今年ぐらいはなんか前言うように目標1000人っていうのは行きたいですね。行きたいですね。だよな、本当解散か、考え、解散も考えてたもんな。あのね、それに関しては俺は、うん、あの、なんなら今日まで答え分かってないよ。俺も未だに悩んどるもん。もう解散して、むいくんの好きなあの何、動画配信生放送をやるのが一番なのかとかさ、っていうことでね、今年はまああっちゃこっちゃ回りたいなとは思っています。新しいとこ。うんうんうん、うん、でも今回の神社のやつもなんか知らん失敗したね。あんなあんないい動画、あんな拍手が手を打つ音なんてそうなかなか撮れるもんじゃねえのに。あれ薄いと思われてるんかな。どうなんでしょうね。なんか思った以上に反応ねえなって思いながら見てるけど。俺もそう思った。もう十分焼けたけど、これおしるこ作る。おしるこ作る。ぜんざい。ね、今年はね、いろんなあんこを買ってぜんざいを作ってみようかななんて思って来ました。むいくんがまあ定番の井村屋ね、見えるかな、暗すぎてわからんかな、井村屋、井村屋はまあど定番じゃん。そうですね、あの、あんこっていうかそういうなんかあんこあっち系だとに、あとはあの何、肉まん、あんまんのね、コンビニとかさ、コンビニさんたちにもお世話になってるとこと、あとこれはね、何これ、また一つ別のメーカーがあってとりあえず買ってきた。何これ。ともかくメーカーがもう一個あったから買ってきて、まずこのわからないメーカーからやってよう。でよろしいですか。うん、うわ、安っぽい。安っぽい。なんかすごい、見た目ね、もうドロドロのぐちょぐちょ。見えてる？見えるかな、これ。もうね、タラタラ。ちょっとお湯入れてね、ぜんざいを作ってみます。ブルブルブル。こんな件十分だろ。味薄くね、これ。味薄くね。知らん。さあ、お味は。
まずいな。ぬるいて。あ、そうなの。なんか湯気すげえ出てるからさ。めちゃくちゃぬるいて。水の配分かな。水の配分。まさかに思ったのそこだけどね、俺。水の配分かな。どっちかっていうと、あんこと小豆を別に煮たような感覚の味なんだろうね。これなんかもっと味付けするそういうお雑煮とか地形に使う系のあんこだね。お料理要はさらに味を重ねがけしていって、そのなんかっていうタイプのあんこ。まずいあんこやん。言い方よ。うん、次はこれ井村屋の井村屋。まあこれはもうね、ど定番井村屋ね。正直これでミスったらもう全てが終わりだよ。あずきバーもあるしな。あんたあずきバーよく食べる人。大好き。おう、うん、井村屋はもうね昔からね本当にあんまんでお世話になりました。そうなのか。あんまん、あんまん、ああコンビニにあるやん、あんまん、肉まんあんまんって。あ、もう違いますもん。あ、見た目が違うね。全然違いますもん、これドロドロかカタカタかの違い。もうほんと、シャメ取っとこ。もう全然違います、これこんなことで垂れないっすもん。あこれこんなこと言っても垂れないもん、もうぼちゃって言っても知らんからな。そうぼちゃって言ってもあなたの車だからしか言われへんぞ、もう俺掃除しろっちゅうわ。だんだんから車なんか洗いたくねえわ俺も。もう散々洗ったクソ寒い雪降って中によ俺。今度は井村屋の井村屋のあんこを使った、あんこを使ったお雑煮やね、ぜんざい、ぜんざいね、ぜんざい、ぜんざいさんを守ると言ってぜんざい。なんか私の全財産、これ買うので消えたけど。あ、うまっ。あ、やっぱり違いますか。あ、全然違う。うまい。フォークだな、これ。あんこあるからスプーンでいいと思ったけどな、違ったな。あ、なんか甘みがあるね、こっち。小豆に甘みがあるよね。うん。あ、ぜんざいやん。これうまいな。ね、まあ今年2022年か、うん、何する。今年は僕さ、本当皆さんにも占いを立ち上げるとか言ってわけわからんことほざいちゃってますけど。そうですね、去年言ってましたね、うん、なんだかんだっつって今オミクロン株か、オミクロンか、そうそう、うまいな本当に。あのさ、ん、近所のちゃんと喋ってる雑談じゃねえのよ。めちゃくちゃ本当ねえもん。コロナ大変だけどさ、うまいのこれって、ぶった切っていいあれじゃないのよこれ。うまいぞこれ。で、オミクロン株で占いが、占いをちょっと今外してんですよ。占ってほしいっていう人はいっぱいいるんですよ今まだ、うん、うん、最近はなんかほんで心霊スポットに行ってから体調が悪いんですけど見てくれませんかとかさ。うん、それ気にする人は心霊スポット行っちゃいけないと思うの。冬に行くなボケ、寒いって。そういう人多いね。うん。わざわざ寒い中行くんやね。うん。でさ、ある女性、この前も話したけどさ、何年前か、2年前ぐらいに、おへその下からなんかの悪い病気があるで病院行った方がいいよって言って全然行かずにさ、今年、去年から悪くなった人がいるんですよ。うん、人の話聞いときゃいいのに。あととっておきの
てててててて。あずき。このあずきは？何紹介やったっけ？山岡商家、山岡商店さん。山岡商店さんって言って、岐阜のね、三田ほら。三田ほら自動車学校を、北に、何分走るんだろうな。三田ほら総合病院がある真ん前にソフトバンク屋さんがあった隣に、もう、どうだろう。もう20年、30年近くやってるたい焼き屋さんがあるね。たこ焼きとたい焼きをやってる。あ、たこ焼きもやってんだ。たこ焼きもやってる。そこのたい焼きがめっちゃうまいんですよ。もう本当にね、もう、たい焼き食べたいと思ったらそこに買いに行くぐらい僕大好きなんですよ。そこのたい焼き。1枚150円なんだけど、すっごい惜しくないんですよ。そう。びっくりするぐらい美味しい。あんこが。あんこが。もう熱々のあの、ほふほふを食べながら車で帰ってた時も、ほんと幸せやったもん。うん、そのあんこがこちら、うん、そう、これね、手作りなんですよ。注文して、3日後、4日後ぐらいに取りに行きますって言ったら、3日前に作ってくれたあんこなんですよ。だけどこれね、本当にね、手作りで、本当今珍しくラップに包んだだけだよ。本当にほら見てください、ラップだけなんですよ。こっちもあれだね、ドロってならないタイプの普通に固まったあんこだね。そうそうそう、固まったあんこの方がうまいのか。これお湯入れて、よいしょ。どんぐらい？そのぐらいで、なんかドボッと放り込んでくださいって言われた。ドボッと放り込んでくださいよ、煮詰めてくださいって言われたんだよ。で、持ってきましょう。薄ければ足しながら食ってってくださいって言われたっていうね、わけわからん話は言ってけど、ほんとこれからムイ君どうしよう。俺らどうしたいですか、 あなたの理想的には。理想ないもん俺。心霊スポット行くのもいいけどなあ。こうやって今日でも今、変な話、朝鮮トンネルでやってんですよ。これ隣で朝鮮トンネルなんですよ。後からみんなにも行きますけど、元旦早々し、朝鮮トンネルでさ、ぜんざい食べるんですよ。あなた今この状況で霊感反応してるの？オフにしてるの？オフにしてる。じゃあ何も感じてない。何も感じない。組み締められてない。組み締められてない。美味しいかなこれ。お汁粉になっちゃった。でね、山岡商店さんの、あ、山岡やな、商店さんの、あ、美味しい。あ、やべえ、うめえ。あ、やべえ、うめえ。あ、なんか、田舎のおばあちゃんとこで食べるお汁粉ってか、ぜんざい。そもそもあなたがあれだよね、ここの店ハマったのも、その、なんていうの、昔ながらのたい焼きが食えるっていう、そう、あれだったからね。昔ながらのそのたい焼きもあんかも知らねえんだけどって思う、俺は。あー、うめえ。昭和の味。あっつ。あ、これね、ほんと、皆さん、味伝わねえかもしれんけどさ。冷えるまで待とう。昭和の時におばあちゃんがよく作ってくれるぜんざい。ちょっとね、塩分が入った。あ、甘さ控えめ、塩分、甘さ控えめ、本当控えめなんですよ。甘さはだけど、甘さは控えめなんだけど、結構
その甘さの旨味がパンチがあって塩味があって小豆の味がねしっかりしてる。小豆までいけねえんだ。そうもったいないこれ。おいしい。うん、餅が手作りじゃないもんでね、しゃあないんですよ。安い餅買っちゃっちゃう。佐藤の切り餅ないのこれ。違うよ。あ、そうなんだ。うん、去年あんだけ佐藤の切り餅が一番やっていたのに、今年佐藤の切り餅じゃないの。いや、前菜がうまいから餅まずくても大丈夫だこれ。あー、うん、ナイスカバーしてる。美味しくね、なんか塩味ベースっていうか、そういうので甘みも後からちゃんときて、そう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 、甘みが本当にね、甘みはさっきの井村屋とどこの缶詰屋さんか知らんけど、うん、やってるんだけど、ただ甘いっていう。そうね、こっちはあの井村屋とかお子様でも食べやすい甘さがある感じだけど、これはねもう手作り感あって、なんかちゃんとなんかうまいっていう、うん、おしるこじゃねえ、なんだ、ぜんざい、うん、名前が出てこねえのよ。これはね、うん、無限にいける。無限しるこや。あの皆さん本当この山岡商店ぜひ地図調べていってください。かっちゃんおすすめ。あんこがね、大きいので500円、これよりもうちょっとちっちゃいのが多分250円だと思います。でも500円で買った方がお得では、このいや、この美味しさで500円だったら全然問題ないです。そうね、250円買って、うわ、もっと買えばよかったって後悔しそうなぐらい美味しいから、うん、500円のをぜひ買ってくれと。美味しい。あのね、俺らは何捨てましてんの。いや、今回久々になんか何年ぶりかに全然うまっと思った俺。あら、まあ井村屋はほんとただただ甘いっていう、うん、お子様でも食べやすい全体が出来上がります。誰でも食べれるって、まあな、普通に美味しいっていうやつか。うん、でもう一つの缶はもう本当になんかお汁粉と小豆を別々に混ぜて作って混ぜたような豆の味だったんやけど、これはしっかりと豆の味がすごいしっかりしてるんですよ、小豆の。うん、すごいうまいな、うん、思ったより。